はい、今県です。はい、奥今県もいます。はい、はい、今ね、さっきトレーダー上手に行って、せっかくだから近くの公園で食べようというところことになって、すごい近くにいい雰囲気の公園があったんで来てみました。はい、こんな感じでね、なんかね、すごいんすよ。みんな楽しそうに遊んでて、こんな緑広大です。はい、でこんな感じの木の下になんとこういうベンチがあって、はい、でトレーダー上手で買ったこのですね、はい、僕今県何を買ったんでしょうか。ターキークラブラップです。はい、今県はですね、ツナサラダラップを買いました。でデザートにこのスコーンを食べましょう。はい、ブルーベリースコーン。はい、ということでね、あのお買い物のお供はコスコハワイのバッグということで、はい、来ております。はい、てな感じですね。こんな感じのいい公園で食べてみましょう。はい、はい、ということで、じゃあいただきます。いただきます。はい、じゃあ皆さんにはあの食事代わりにね、もう一回公園の景色を見せてね、これでご飯食べてください。なんちはい、ということで、じゃあですね、はい、公園ピクニックランチ行ってみましょう。イエーイ、じゃん。はい、公園で子供が泣いちゃいました。はい、あとね、あの木陰でね、マット敷いて座っているあの2人の女の子、すごい多分ティーンエイジャー、高校生ぐらいだと思うんですけど、なんかすごい健全な遊びをしてますね。何やってんの。はい、分かんないですけど、はい、あとはああやってくつろぐ人たち。はい、そして今県と奥今県はなんとこれからブルーベリースコーンを食べるんですが、このスコーン開けてみてください。はい、開けてびっくり、4つも入ってる。4つは入ってます。はい、ということでですね、行ってみましょうか、食べましょうか。はい、てな感じで、デザート食べてみます。イエーイイエーイって。はい、再び今県です。皆さん、この正面今水たまりあるでしょう。なんか動いてるでしょ。リス、野生のリス。あ、木の反対側に登っちゃったのかな。野生のリス、お、ほらほら登ってる。野生のリス、あ、こっち見てる。にらめっこしましょっていう感じになっちゃったな。あ、登った登った。尻尾振ってる、こっち見てる。手振ってみました。あ、今一瞬手振ってくれたよね。お、あそこにもいる、ほら、すげー野生のリス。野生のリスを見た公園でした。うわ、すごい、ほら、あの枝動いてるの、リスが動いてるから、ほら、すげー、すげー、お、すごいな。はい、ということでした。以上。はい、今県、奥今県です。はい、奥今県です。はい、ランチを終えてリスに残ったパンをちょっとあげようと思って、はいやってみましたが、全くリスが来ないのでちょっと寂しくなったんですけど、全く無視されて、はい、でなんか公園の片隅でですね、面白いものを見つけたので、うわー、自転車で横切る、すごいね。相変わらず気持ちいい太陽が降り注ぐこの公園でした。さっきからなんかあのリスを見てたら、公園の片隅でなんか大きいものが動いてるなと思って、でかいなリスと思ったら犬でした。はい、面白いものを見つけたっていうのは実はこれです。じゃーん。はい、よく鳥がここに来て巣を作ったりするための鳥箱、なんていうんですか。いや、多分これなんで鳥箱なのかな、餌箱なのかな、わかんない、ね、わかんないですけどね。鳥箱ってなんかあの旅行のホテル取るサイトみたいな、ね、
リスではないことは確かでしょ。首入んないでしょ。頭そうな、リスじゃないでしょ、ね、頭入んないもんね。はい、であのね、さっきからあのドレスの人がですね、すごいなんか踊りをしてたんですけど、あんまりもう踊ってくれなくなっちゃいましたね。何の踊りですかね。はい、びっくりしたんですけどね、一瞬遠くから見たらなんかハワイアンドレスみたいに見えて、フラを踊ってるのかなと思ったら全然違う踊りでしたね。はい、はい、ということで、じゃあこの公園なんですけども、はい、今県と奥今県はリスをたくさん見たんで、すごい、もうリスだらけね、実はリス公園と名付けようと思いました、うん、はい、ということでね、じゃあどなたか次回のサクラメント、あ、これ下全部三つ葉ですね、これ、はい、芝生じゃないですね、三つ葉のクローバー公園、クローバーってクローバーだらけだ、あ、四つ葉のクローバーなんてね、はい、松の木も、え、ってことは花粉とかどうなんだろうね、カリフォルニアはね、どうなんですかね。あそこに見える白いのは、なぜかよくわかんないけど公園に生えてるマッシュルームキノコ、違う、じゃないですね、三つ葉の花ですね、ほら結構綺麗です。昔これをちっちゃい時に撮って、はい、あの冠作りましたね。なるほどね、はい、はい、ということでね、じゃあ、 あの今県ハワイ、はい、その日に撮った画像をその日にあげるのをもうやらなくてよくなりましたんで、はい、金曜日にじゃあこれをあげますかね金曜日には四つ葉のクローバーの花みたいな、どうだ今県の残したパンは、リスが食べてないっすね、カラスが持っていくかも。はい、ということで結構面白い公園でした。あそこは何なんですかね、あれはね、なんか、ああ屋根だ、あれなんかやれる場所になってるみたいですね。なんかね、あ、本当だ、ほら、でもちゃんと入れるようになってない、今ドッグレース場かな、何これね違うよね、なんだろうねはい、この公園もね、ハワイの公園にもよくあるようにこうやってバーベキューができるような設備ありますね。はい、こんな感じでね、ありますね、犬の散歩もしてますね。はい、ボーチェクラブ、なんだろうね、なんでしょうね、なんかのスポーツなんですね、はい、ということで、じゃあまたこの声にはいつか来ましょう。はい、はい、じゃあ今日も最後まで見てくださってありがとうございます。 Thank you so much. マハロシゲナベイベー。 Thank you so much. マハロシゲナベイベー。 Bye. はい、今ケンです。ここに置いといたパンがなくなってます。さっきなんか巨大なものを持ってリスが行った気がしたんで、はい、リスちゃんパンを食べてくれましたねはい、ということでちょっとハッピーになった今ケンでした。イエーイ、すごいな、けど本当にリスいっぱいんですよね。バイ。